皆さん、こんにちは。陽一の部屋でございますえ。今日は山田博さん。自民党参議院議員をお招きしまして、いろんな話をしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、山田さんってうと、保守系の、あれ、あのね、あの、重、ま、鎮、あ、って、いろいろ活動されてるんですけど、なんか、ちょっとこういう、こういうのも最近出てきてるんですよ。保守系野党っていう。それで、どんなのが出てきてるかっていうとですね、 実はこれをね、一つはと、百田新党って。はいはいはい。ネットにいっぱい出てまネット出てるね。えー、<laughs> ちょっと出せますこれ、ザクザクの。ちょっと前、あの、百田新党。私もね、百田さんの番組に、9月1日に、かなり前にセットされて行ったらですね、いきなりこの話だってね。ったく、もう驚きましたけど。これ。で、 よくやるんですけど、出るんですかって、私は政治は興味ないし、もうやらないですから、出ないですけどね。まあ、でも、この百田さんがね、勢いいいんです、今。ど、どうですか私保守としては。頑張ってほしいです。頑張ってほしい。もう自民党がちょっとやっぱり、 だらしない,しない、うん、感じがしておりまして、うん、まあ,あ、そういった意味でも自民党を寒からしめ,める、寒からしめるになってほしい。らすごいなそうすれば自民党もしっかりしてしっかりですね。だからあ、やっぱり頑張ってほしいと思います。もうもとは LGBT を、ねそうね、やったからって、あれやったらもうやるぞって言ってて、やっちゃったんでいいう力になっちゃったんです。そうです。 もうあれもちょっとふざけた法律で、ふざけた法律ですね、えー。意味不明です。突然ですから。うん。突然、突然やる雰囲気になって。た多分ん、岸田、これは想像ですけど、岸田総理が、アメリカ、うんまあ、バイデン政権から、いろいろ言われたんじゃないかと思う。で、5歳。え、ねうん、いつぐらいだったんですか、突然っていうと。僕、我々は、やっぱり5月の半ば以降ですね。 あの、サミットのあたりあえっと、そうです。あの、バイデン会談があって、うん、サミットの前、あ、サミットよりも前然前あ前ちょっと前。ええ、前、ちょっと前ですね。だから、4月からあったのかもしれない。とにかく、突然これが、 まともなこの法案とまともっていうか、審議をしようという側になって、なんでそんな急いでるんだと、うん、いうことで感じたのが、やっぱり5月の連休明けですね。はあ、でどうせ時間切れだろうと思ってたら、無理やり押し切ってくるわけですよ、<の>党内の手続きをみんな時間切れだというふうに思わせる感じだったんですか、うん、で、党内の手続きも打ち切りでやるわけですから。うん、だから結局、もう、サミットに合わせる。 うん、6月でしたっけ ?5、うん、月。5月。五月。あのね、い<あ>でしたねね、末でしたね、うん。合わせるためにやってきたあ。あの、私の記憶ではね、あの、奥さんがアメリカ行ったあたりがちょっと怪しいなという感じがしたんですけどね。うん、奥さんがアメリカなんで行くのとまず思いましたけどね。そうです、ね。それであの、バイデンの奥さんってこれ、あれでしょ、推しでしょあ そのあたりで、奥さん同士で話して。そうかもしれない。ね、怪しいですよね。あとは、アメリカの大使が、うん、あそこまで内政干渉をするというのは、うん、もう相当やっぱり、バイデン政権のこの、かなり一丁目一番地に近い話だったと。うん、そうなんですよね。あれちょっとすごかったですね。まあ、共和党とこの,この問題で敵対してますから、うん、とにかく日本の、日本を使って、うん、共和党にもお、えー、まあ、圧力をかけようと。 こう思って使われたんじゃないかと思いますけどね。同じあの、清和県のね、稲田さん。稲田とあ、稲田さん,、はいうん。一生懸命、一生懸命だったですね。理解,理解不能です。理解不能、はいうん。ちょっと、ど、どうしちゃったんですかなんであそこまで向きになってやってんのか。わかんない。全くわからない。で、む、む、昔っていうかあれですよね。まあ、あの、保守系女子、ね、 女性議員っていうので、うん、結構、ブイブイ言ってましたけど、なんか途中からこの LGBT に行っちゃったわけですかまああの、保守は寛容な、寛容さが価値なんだと。 だからいろんな価値観を受け入れるんだという、まあそういう論理で、えー、これは保守の論理だって言うんだけれども、それは寛容になって、マジョリティの女性が不安になるようなことをやるのが、その寛容なのかとなれば、やっぱりその辺の、あの、つまりどんな、あの少数派も全部ででやっていけば、それは少数派は大事だけれども、マジョリティを危険にらせるものっていうのは、 やっぱり寛容とは言えないと思うんですね、私は。だからまあそういった点で少しこう、なんかこう、価値の置き方が、まあ弁護士さんでもあるから、そうなのかなという気はしますたね、うん。でもあんなに一生懸命やるんですか。<laughs> 安倍さん反対してたのに。ねあと、あの、参院選の公約にも出てませんね。なんでやっちゃうんですかね。 まあ、これも公約とは関係なく、やっぱり岸田政権が、あや,っぱりやっぱりアメリカの方から圧力を受けて進めた形跡が私は大きいと思います。あ その前の公約がの載ってるんですよね。で、安倍さんが止めてたんですよね。そうですか。ゲ参院選の時には、あの、高市さんが落としてるんで、それはあんまり公約載ってないんですよね。うん、あの、政策集にはちょこっと載ってるんだけど、うん、まあ、政策集はたくさんあってですね、あれなんだかわかんないですからね。うん、あの、みんながもらパンフレットには載ってないんですけどね。なぜ今やんなきゃいけないかとか、党内の議論が不十分のまま押し切らなきゃいけないかとか、その辺が我々の一番問題。うん、ちゃんと議論して、うんうん、落ち着かせる と,ところに落ち着かせるべきであって、もう見切り発車してますからね。あ、そうだったんです、ね。いやそうですよ。もう今日、うん、これで議論終わり、あとはもう党内手続き入りますって緊張、うん、やったわけです。進藤さんが。うん あれ、あの時にあれですよね、あの、野党でいろんな対案が出てきて、えっ、ー、と、維新も出てきて、あと、立憲も出てきて、三ス組になるからうまくいかないっていう話もあったけど、そうじゃなかったですね。まあ、押し切ったんですよ。押し切った。彼らを反対したんですから、この法案に。うん、あ,あの、自民党案には。うん で、あの、維新の案も飲んで、んでこれは私は良かったと思うけれども、うん、維新の案も飲んで、えー、まあ成立させたという。でも立憲とかみんな反対したんです,んですああ、押し切ったわけね。うん、でも、もう、ま、ちょっと、 ちょっと珍しい法案。ところ、野党も全部含めて、ちゃんと、みんなで議論して、進めようとしたのに、うん、最後は野党を切り捨てて、自民党案で押し切る。うん、自民党案でどこまで、それを押し切る理由は、全くないわけですよ。うん、もう、全体とまとまるものっていうことですから、もともと。一般的にはあれですよね。あの、議員立法の話はみんながまとまってっていう。のがね、よくあるパターンですよね。そう,そうです、そうです。議員立法はね。はい 無理やり法、あの、採決押し切ってますから。うん、なかなか珍しいです。すだから自、岸さんの自民党も、やっぱり、何人か退席したり、ことになったわけですよね。うん 岸田さんのあれですが、やっぱりや,やりたかったことなんですか、これが。いや、岸田さんからこの話聞いたことなかったですよ。<laughs> 聞いたことない。だから私は絶対、<laughs> 絶対アメリカだと思う。<laughs> 聞いてください。エマリエル大使の動きを見てても絶対アメリカだと思う。<laughs> アメリカ。ええ、ちょっとね、でも実は日本はちょっと情けないくないですかですこれは。やっぱり安倍さんだったらガンとうまく跳ねつけたと思うんですね。うんうん、ちょっとその辺が足元見られたなという。 ああ、感じします岸田さんにね。まあ、我々もやっぱりアメリカの防衛力やその他に追ってるというところはもう根幹にあって、うん、アメリカの武器やら、アメリカの軍やら、ね、こういったものに日本の平和がこう、依拠してるという、この弱みがあるもんだから、ね、やっぱり外交交渉においても最後はアメリカは誰が守ってると思ってるんだ、うん、こういうふうに凄むわけですね。<laughs> <laughs> だからやっぱり一日も早く日本は、 あまりきちっと自力で、ええー、自分の国を守るようにしないと。うん、これは、こんな、こんなことが何度も起きると思います。うん、ちょっと、ちょっと、ちょっと、独立国としては、そうですちょっとね。こんなに外国、外国、アメリカ軍の基地がこんなにたくさんある国なの、主権国家なんてないですよ、うん。ちょっと、ちょっと、情けないですね。まあ、あの、同盟はいいにしてもね、あの、他のまではいいなりだとね。 だから同盟はいいけども、同盟はやっぱり対等であるべきだと思うので、うん、そこまで行ってないわ、うん、まあ、うんさ、やっぱり核、核兵器の問題が最後は行き着くわけですけど、これをどうするかっていう議論をしないで、やっぱりアメリカからの自立というのはないと思います。安倍さんがね、ここに前に来られときに、急に、あの、電話があってね、ど、ここにいるって、この同じビルにいるんだけどって、来るって言ったときに来てもらって。ここに、うん そういう時。そういう時。そういう時じゃなくて、終わった後ね。それで、そこで、ああ何話そうかなと思ったら、核シェアリングの話してくださいって言ったらね、10分喋って帰ってたんだけどね <laughs>、えー。ええー <laughs>。あの、山田さんは核共有の話っていう,、はい、いうのは、あの、どうなのかあと自民党内で安倍さんがああいうふうに問題提起したんですけど今どういうふうな状況になってるんですか自民党内では核の議論はしないということで、あの、国防部会長がまとめて し,まってしないのしないからあの、まあ、我々、守る会というのをやってましてそこでは議論をして岸田さんにあの核共有等を進めるべきだと日本の,か、うん、あの核抑止戦略を立てるべきだと、うん、おこれもないんですから。うん あ,あ、議論なし。えだアメ,アメリカさんは議論はしようっていう。えだから、でも、岸田さんの方には、岸田さんには提案、提出できなかったけど、官房長、松野官房長官に、こういう核抑止戦略を日本としてもちゃんと持つべきだと。その際やっぱり、えー、せいぜい、やっぱりアメリカの核の共有策、日本なりの核共有策を、やっぱりきちっと打ち立てるべきだと。おう、いうふうに。 その先はやっぱり、じゃあ自力で持つか持たないかとか、いろんなことは多くの計算があると思うけど、まずは現実的にアメリカの核をやっぱりきちっと意思決定の共有や管理の共有というものまではやっぱり持ってこなきゃいけないと思います。そ議論しないってことですか自民党の中で。あの、自民党の中では、国防、当時の国防部会長が議論はこれで打ち切りと。ああ。 おかしいでしょ一番国の防衛の根幹になる核の問題を議論しないなんて。どうかしてますよ、ね、核がやっぱりキーになるって、あれですね、ヨーロッパですら核共有ですからね。ヨーロッパと同じ核共有じゃある必要はないんだけど、でも核共有っていうのは結構あれですね、ギリギリの具体的な現実的な話なんですけどね。 まあ、ロシアがウクライナで、まあ、事実上脅してましたから、えー、まあ結局、じゃあ中国が日本に、日本も,も、中国は散々民間のシンクタンクとか、日本は核攻撃を、日本に核攻撃をしても、同義的に許される言ってるわけですよ、中国は。うん、だから結局、そうやって日本を脅してる中で、核の脅しが来た時に日本はどうするんですかね。ちょっと待ってくださいと、二階さん送りますから、あま、だ二階さんに行ってもらいますから、また山口さんに行ってもらいますからって、やるんですかね。 でも、この処理水でも。そんなレベルじゃないだろう。処理水でも相手されないんだから無理だと思いますよ。<laughs> でしょうん。<laughs> そしたら、やっぱりやるならやってみろっていう感じになってないと、うん、おやっぱり向こうはあ、平気で落としてきますよね、うん。ねえ、あの、ロシアも落としましたからね。ええ それはやっぱり、まあ日本で核を持つっていうのは一つの選択ではあるけども、そのいろいろコストを考えると、まあまずはアメリカの核について、えー、三原則、あの作らず持持たず持ち込ませずの、これは、最後のやつはですね、やっぱり見直していく必要があるし、やっぱりそういったものをやるだけでも、相当中国や北朝鮮に対して、やっぱり、ああ、日本は本気になっていると。 いうふうに思わせることが客の抑止につながるわけですから、ちょっとね、その辺が最後中国が言ってきた時にどうすんのかいなというのはやっぱりもう目の前のことですから。目の前、やってきますから必ず彼は。習近平体制ここまでおかしくなってるから、そんな魚でもあんなことやってくるわけだから、私は何しでかすかわからないと見てます。もうね、この1、2年で、もう各抑止戦略をバチッと。 作っとかないと危ない。うん。あの、ここに安倍さん来た時に、私は昔からね、こういう話についてね、ま、ま、まず、あの、原子力潜水艦のアメリカで退役したやつを入れてくださいっていつも言ってるんだけど。あ,あ、先生、それをそ。レンジって言ってるの、それで。借りるって言って。借りる、うん。借りるんでもいいし、あの、安く買ってもいいし。退役したやつを買。そう,そうそう。それで、あと、まあ、その時に、一応、ね、あの、 SLBM のハッチは閉めるけれど、中に残っててもいいんじゃないのっていつも冗談っぽく言ってるわけですよ。そしたらそれ、あれが日本に持ってきたらみんな、あ,あれですよ、中国なんか絶対中にあると思うでしょうね。そうでうん。それでもいいんじゃないのって言ってる。ああ、も、ま、う、あ、面白い一番、一番手軽じゃないですかって言ってるんだけど。もう一番いいのは原子力潜水艦を持って沈めといて、 え、いつ撃つかわからない、届くミサイルを、おあの、ちゃんと入れておくと。いうことだけでも、十分日本の安全に寄与すると思います。核、ね、のね、あの、共有の、まあ、具体的な手順としては、原子力潜水艦を借りるのもいいし、退役したのをちょっとね、日本にも、でね、か安く買って、あと、従業員も、ちょっと、まあね、 あの、訓練とかそういうのをやってもらってね、とか。これが一番多分安上がりでしょと。インドは一番最初に原子力潜水化ってやっぱり古いやつが、どこでの国でもそうなんですよ。最初買うんですよね。 だからそういう風うなのが現実的でしょと。で、で、でも日本なくて、まあ、あの、日本のディーゼルの潜水艦優秀なのは知ってますけどね。でも別にあったっていいじゃんと。ね、あの、原子力潜水艦はずっと潜ってられますから、ディーゼルは時々空気を入れに上がらないといけませんから。ええ、うん。潜らしときゃいいんじゃないですか、ね。はい。 潜水艦、私もあの、防衛大臣政務官やってるときに、原子力潜水艦を仮に日本で独自で製造すると、なると何年かかるかとて全力であれば4、5年できると言ってました。うん、あの自衛官の、あの、だからそれを本気でやる。 ということになれば、私は大きいと思うんだけど、ムツの,の原子力船の事故以来、うもうこういうもの、原子力については、こういう平和利用に限ると言って、うん、まあ,あれも平和利用だったんだけど、事故を起こしてしまったために、結局進んでいない。うん でももう原子力潜水艦の原子力とディーゼルなんてもう格段の差が電力でありますからあのやっぱり、えー、ミサイルを撃つにしてもですねそれからセンサー能力にしてもですねもう全然勝負になりませんそれは日本の潜水艦優秀でもなので原子力潜水艦を持つというのはもう日本の防衛にといって非常に大事なことだと思います それが、あの、す、ぐできれば私もそれでもいいんですけれど、苦肉の策としてはね、どうせどっか、アメリカだって同定しようがあるでしょうしね、5年ぐらい使ったって別に、あの、退役したのをね使っても使えますよ。それ、でもいいと思いますその間に、まずは。その間に、独自開発してもいいし、と思ってるんですけどね。ええ、そうですよ。 これをね、あの、イージス・アシュアとかじゃなくて、もう、こう、原子力潜水艦を、まあ、6隻から8隻ぐらいを沈めといて、日本の領海じゃなくていいんですから。沈めといて、ずっとやっておけば、中国は日本に手を出せませんよ。出せないし。ね、いつどっから飛んでくるか分かんないんだから。私ね、映画が好きでね、今度ね、あの、沈黙の艦隊って、今度、あの、東方でやるんですよ。原子力潜水艦をね、ある人が乗っ取っちゃって、これで あの、独立宣言するっていうね、漫画があるんですけどね。あ,どあれあれね。ああいうのでね、こういう、まあ、原子力潜水艦とディーゼルも実は中で戦うんですけどね。まあでも、どこの国でもあるような話をやってなんでいけないのかなっていうふうにちょっと思うんですけどね。いやもう、やっぱり。 数学科の先生が言うのが一番いいとい。私みたいな法学部が言ったと。<笑><笑>いや、私はでも、ごく普通に考えてるだけなんですけどね。潜水艦があって、あれですよ、DJ とか踏んだと、なんで原子力いけないかってよくわかんないですけどね。推進力ですからね。うん、推進力で別に。ええー。ら。ら被爆、唯一の被爆国で核に対してのはやっぱりアレルギーと、あるからですよね、うん、やっぱり。おレルギーがあるんだけど、げ原発があると、その推進力と何,何が違うかくわ<だ>原発があるんだから、なんで潜水艦 あの、海の中で原発動かしているようなもんなんだけど、ええ、<laughs> ねなんで推進で力ですかって、核兵器持ってるわけじゃないでしょってね、思うんですけどね。ダメなんですかこれは。今の核力,力の,であのエンジンって、原子力のエンジンってすごい高性能で、うん、私は、あの、いわゆる原発のあり得るが全然違うんですけども、うんうん、小型の原子力っていうのはすごい安全です、ね、すごってありですよね。ええ ああ私はもう、これは、やっぱり、安、かえって安上がりだと。いろんなものを、アメリカの装備品を買うより、原子力潜水艦にミサイル積むのが一番、日本の防衛に合って安いと思うんですよね。海の国ですから、日本は。<laughs> これは、あれですか自衛隊の中とかそういうのでね、議論ってどこまであるんですか、こういう。自衛隊の中では、あの、オープンな議論はないです。オープンはしちゃいけないえ原子力潜水艦、これニュースになったら何だろう。大変ですか。うん 比較三原則とか原子力基本法、平和利用に限るって、これはどうなんだって、武器に使うのはどうなんだって、こうなっちゃいますから。でも、やっぱり隊員たちは、または軍事の専門家は、絶対視野に入れてるというのは、私は中で話してたわかりますな、ね。ななので、コスパはいいですよね。<laughs> <laughs> もうちょっといつも私最後コスパの私になっちゃうからね <laughs>、情けないんだけど。まあでも同じ防衛をするんだったらコスパいいのほうがいいに決まってますからね。いやコス、防衛ってやっぱり軍事力はコスパですから。やっぱり無駄に金かけてもしょうがないですね。えー、だから向こうが相手、聞くやつをね、はい。そうです。もう集中して。ね。聞く、やれやってくれるのがいいのかなと思うんだけど。 安倍さんがせっかくね、かっこいいな話とか、私なんかだからね、あの、源泉レンタルの話をバンバン言ったんですけどね、なんか、うん、もう、もっともっと根っこで議論しないって話になっちゃうと、ちょっとね。まあ、岸田さんは、あの、広島県出身なんで、やっぱりそういう被爆をした、その、 あの、地域と代表として、あの、やっぱり岸田さんが、やっぱり原子力潜水艦は、二度とこういう参化を起こさないためにも必要だということで言えば、僕は安倍さんが言うよりも、なんかはるかに、ね、受け入れがたい、受け入れやすいと思うんですけど、だやっぱり岸田さんそういう役割があると思うんですよね。あの貿易を倍にしたって、 安倍さんがやったら大変なことになったけど、岸田さんがやればなんかすんなりなんか通っちゃって <laughs>、すごいなと思ったんですけども。うん、そういうやっぱり、鳩派がや前もここでお話したんですけど、鳩派がやると、うん、あのみんななんとなく騒がないんだけど、鷹派と言われる人がやると、もうちっちゃなことでも大騒ぎして、うん、首相官邸の前が安倍さんの時はもうすごい大騒ぎしてました、ねうん、岸田さんの時はボイヒバイにしても何にもなかったですもんね。 何もなかったか。昔、安倍やめろって、あの子何万人もいたけども、岸田さんが言ったら、うんともすんともやる。何 <laughs> ですかね、これ。よくよく分からない。まあね、岸田さんの防衛費はね、ちゃんと増やしたから、そ,<う>それはそれで、ね、評価できますよね。まあは、現職潜水艦に一歩踏み出してほしい。やっぱ被爆地域の出身の議員として。<laughs> あれ、あのね、今回の、これ今年度予算ですよね。でようやく防衛費増えて、で、その時に、 あの、実は防衛国債がちょっと入ってるんですよね。あの、安倍さんがずっと言ってたの。うん、で、もう防衛省が、まあ、防衛国債ってどこに書いてあるかっていうと、4条、交際四条の,あの対象経費、対象経費ってやつで、あの予算総則に一番、予算の一番最初に出てくる表なんですけどね。うん、表で今までは海上保安庁があるけれど、海上保安庁の巡視船は、実は建設国債で作ってるんですよね。 うん、で、それは私、安倍さんに言って、海上保安庁がいいんですからって言って、うん、それ <laughs> だから、海上自衛隊が行けないってロジック言え、絶対ないと、うん。って言ってたんですよ。そしたら安倍さんがね、はい、防衛国際って言ってくれてで、さすがに財務省もね、それは苦しいんですよね。だから今度、今度はね、あの、海上自衛隊の経費だけが、四条対象経費になってるんですよ。うん、そこに書いてあるのは、艦艇と潜水艦なんですよ。 うん。あ、潜水艦にも国債使えるの使える。ああ。と、やった原子力潜水艦研究。ね金ないって言ったら、いやいや。金ない国債でやればいいんですよ。国債。建設国債でいいんですよ。建設国債でじっくりかけてできる。うん。先生、ぜひそれで原子力潜水艦の、いいじゃないですか。本当にこれが、やっぱり一番コスパいいです。うん。 で、4年5年でできるんでしたので、ね、ちょうどあれですね、あの、これ、防衛の予算だけちょっと特殊でね、長期予算できるんですよ。あの、継続費ってあってね。うんうん、これね、普通の予算は1年国りだから大変なんですけどね、5年なんかちょうどいいこの長期予算の例外に当たる、できるんですよ。そうですよね、中規模5年ですから。そう。それだから、ちょっと努力して、 まあ最初はデタたら言いながら潜水艦の新型潜水艦なんて言いつつね。これで最後のエンジンとかはちょっと別にしといてとかね。やっちゃったらどうですかね。 あの、今、あの、原子力発電所も、あの、モジュール型って。そう、スモールモジュールエアクターって、SMR って、ねで。で、出てきてますね。もうちっちゃいのがたくさんあって、もうそっちのがね、ねあの、コスパいいんですよ。うん。あの、これ地産地消できるんですよ。で、小さければ安全なんですよね安全です。だって、あの、要は熱出ないんです。うんあ。熱が出ない、ね。そう、私よく言ってるんだけど、ね、熱っていうのはこれも結構簡単でしてね。あの、要は、 体積と表面積の比,比でだいたい発熱が決まるんですよね。で、これちっちゃければちっちゃいほど実は自然放熱で大っきくなるんですよ。昔コンピューター大きかったけど熱たくさん出るのは、うん、あの、体積に比べて表面積が相対的に大きいと。 比率が低くなる。でも、ちっちゃくなると、体積と表面積の比が結構いい塩梅になるんですよね。だから、要するに、体積が熱を出すんだけど、放熱するのは表面積に関係するんで、体積が大きくて表面積ちっちゃいっていうのは、大きいものはそうなっちゃうから、熱溜まって大変なんですけどね、ちっちゃくなればなるほど楽なんですよ。だから、かあの、原子炉で言うと、なぜ、ああいうふうに熱を放出しなきゃいけないって、でっかいからなんですよ、はっきり言えば。 うん、ちっちゃくしたら、自然冷却なんですよ。うん、自然冷却だったら暴走しないんですよ。うん、で、おまけに、あの、水の中沈めてるでしょ。ずっと冷却ですよ。<laughs> あの、だから、スモードモジュールリアクターは、あの、すごくちっちゃいんですよね。うん、ちっちゃくて、水にお、中に沈めとけと、何の、あの、排水もいらないんです。うん、自然に。あの、これスマホと一緒ですよ。スマホは熱くないでしょ、と。なるほど。コンピューターは、 暑 <laughs> いんですが大きいやですがね。うん、それとは自然冷却するのが一番いいんですよ。うんあの、システム的には一番楽です。なるほど。うん。うん、この、もうぜひね、あの、スモール、すあの小さいほどいいっていうふうにね、うん、原子力はうお、言っていただくて、で、日本は結構進んでますから、二前、ええ、に行ってますよ。まあ、あの、東芝の人たちも結集してますから、ええ、さっき出てきた、あの、<laughs> あの、アル,アルプスもね、うん、あの、ヤスもね、アルプスは年はダメだったけど、日立はオッケーだった。うん、<laughs> だから、あの、いろいろと日本のね、製のね、技術をぜひ活用していただいて。どこでこのハードルを原子力の使用、うん、というね、何も原爆を作るわけじゃなくて、その、エンジンですから。エンジン、えー。なので、そこまではやっぱり少しクリアしてもらわないといけないかなと。新型のね、潜水艦で、 デスエンジンだけですからね、大胆に言うとね、最後にくっつけても大丈夫だと思う。うん、<laughs> 作っていて、ね。長期計画で新型潜水が、それで技術の進展によってはね、すんごいちっちゃくてコスパのいいね、あの、スモールモジュールの原発が開発できちゃうと、そこにはめ込んだものが多分 OK になる。うん、そのくらいやってもいいんじゃないかな。絶対ですよ。 でもしうまくいかなければ、そのディーゼルでもいいんだけど、新型の潜水艦はね、建設国際でできますんで、うん、長期的にあの、ゆっくりと、じっくりお金も、あの、たっぷり、あの増税なしでできますから、うん、ぜひやってくださいよ。もう絶対それがいいってことです。うん まあ、南シナ海でもいいんですけど、沈めといてね。そうね。どっでも、どこに来るかわかんないんですから。あのどこでも、うどっちうとしてればいいんでしょ、どっかに行って <laughs> 今、スタンドオフミサイルって、あの、戦闘機に積んで、もう向こうのミサイルが届かないところから撃て、撃て、ね、やってるわけですよ。まあ、同じように、この、水の中が一番、水の中が一番見えないんですから、彼いあれ、ね、<も>飛んでったら撃ち落とされちゃうかもしれないじゃないですかそ。そうなんですよね。まあ、一日も早くちょっと原子力潜水艦に舵を切ってほしいと思います。 飛ぶときにやられちゃうかもしれないしね、先にね。<う>先にずっと、ね、あの、原子力潜水艦で、ちょ、ちょっとうろちょろしてればいいんでしょ見つかんないです、うん、で、あの、電波通らないですから、水の中は。うん、水の中通らない。一番ね、あれですよね。あの、最近の、あれですよね、あの、トム・クルーズの映画で。 インビッションインポッシブルってのがあってね、うん。デッドレコニングってんだけど、まあレレ、レコニングってのはもう潜水艦でこう探知するって意味なんですけどね。そういうのでありましてね。そういう、その。あ、見た見た見た<あ>そうそうそう。最初の時ああいうの、やっぱりね、ね映画の世界じゃなくてじ実際にもあるんですけどね、うん。ぜひ、あのね。 この山田先生にやっていただきたい,い,ただきたいことでやっます、ね。まあもうアメリカからやっぱり自立というか、うん、自立っていう意味じゃなくて、同盟国として対等になっていくということがもう極めて大事で、そうでない限り最後はやっぱりああいうような、あの、LGBT でみたいなことを飲まされたりしますから。 ちょっとさっきのね、百田新党に戻りますけどね、百田新党で私もね、ちょっとね、いろんなアドバイスくれって言われてるんだけど、もちろん政治家活動しないからチャーターメンバーとそういうのはなりませんけどね、いろんなアドバイスくれって言われてこういう話が多分出てきますよ。うん、今度選挙の話の時にね、潜水艦で行こうとか、ね、ああ、もう。<laughs> 刺激的でやるでしょう。<ー> <laughs> いや、<う>自民党として嫌かもしれませんけどね。自民党も全部がダメなわけじゃなくて、うんうん やっぱり、そういうのを抑え込む流れにあるから、やっぱりそういうことがばーっと世間で出てくれば、自民党は政策を遂行する能力がある、あるわけだから、うん、だからそういうものに刺激されて、うん、自民党の中でもばーっとそういうのが力を持ってくると、こう思うので、やっぱり頑張ってほしいです。もう、百田新党はね、多分ね、言うだけなんです。言うだけだけど、言うのが結構強烈な言い方ですよ。いや,いやいや、もう強烈にやって自民党を寒から締めてほしい。 強烈な言い方ですからね、おそらく。うん、まあ、役田さん、ワーって言うから。うん あのね、さっきのね、あれですよ、尖閣でね、あのね、処理水負けなんて、百田さんも言ってる、今も言ってるんですよ。言ってんん。もう人気出ちゃいますよね。すぐ出ちゃうんですよ。負けともう、こうやってみんな斬らせやとかね。<laughs> 多分ね、そういうふうにね言、言論だけのともかもしれないけど、う言うことは強烈ですからね。それであれですよね、今自民党に対して不満の思っている人はちょっとねで。自民党が残ってくれればそれでいいんですけどね。 まあ、ね、自民党の中で、やっぱりそういうものに刺激性をされて、まともになっていく、はい、そういうことが大事だと思います。はい、潜水艦の話なんか多分出ると思います。私言いますから。<laughs> もうどんどんやってほしい。原子力潜水艦はねあの、出ると思いますよ。言っちゃいますから。<laughs> 期待してまあ我々も言ってるんですけど、かそうそうなかなか自民党の中では取り上げられないから。確保してといてくださいね。やっぱり外から言われてね。はいはい、選挙戦かなんかで言われて、うーんと思うかもしれないけど。まあね、あの。あ百田新党と百田さんが党首なんですか党首。党首そう。<laughs> 選挙出るんですか死だ <laughs> んやな、よくね。 どうか、よく、全く今ま分かんないですよ,よく。あ<ー>まあ、あのね、いろんなね、あの、区議の人とか、町、ま、方議員とかそういうのたくさんで、あの、集ま,るね、集まって、うん、まあ、あと事前多選もたくさんいてね、うん、選挙近くなると、なんか自民党の中の方からもね、出たいみたいな人いる、みたいなことを聞きますけどね、やっぱりね。あ、そうですか。<あー> <laughs> というわけで、あの、ちょっといろいろ話聞きましたけど、どうも、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございま